関東地方では低気圧の影響で雪と、そして低い気温がまだ続いております。現在の状況をご覧いただきましょう。この時間の皆さんからのご報告に雪雲雨雲重ねたものになります。この時間も関東の南部を中心に北部のところどころに今雲がかかっております。皆さんからのご報告見てみますと、降水の強さがだんだん弱まってきたことによって雪から今雨のご報告に変わってきました。しかも強さとしてもポツポツパラパラといったものになってきておりまして、全体的に見ますと峠を越えつつあるのではないかと見られます。でこの後の雪雲雨雲の動きこちらでして、まとまった雲はだいぶ東の海上に抜ける中、残っているこの西側の雲がまだそうですね、2時間程度はあちらこちらに雨や雪をもたらしそうなんですけれども、日中帯あったような強い降りということにはならない予想です。一方これから夜を迎えます。気温がさらに今夜間帯下がって、広い範囲で凍結する恐れがありますので、そういった観点でもこの後気温の変化をお気をつけください。そして今現在関東エリアでは電力供給の逼迫警報が発表されているんですけれども、今夜しばらくは気温が低いです。夕方から夜の初め頃にかけて電力需要のピークを迎えるというふうに見られますので、この後も引き続き節電を心がけていただければと思います。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。